やがちゃがチャンネルは今週の一言、ジムはもはやサウナのためにある。矢上颯のやがやがやしないラジオ。はい、どうも皆さんこんばんは。というわけでございまして、本日は10月の28日水曜日夜の10時となりました。131回目の矢上颯のやがやがやしないラジオのお時間でございます。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。幾分前にね、ジムに行ってるんですよっていうお話をさせてもらって、いまだにジムの契約は続いてますし、ジムに行く回数自体もそこまで大きく減ってはないんですけど、家で運動ができるようになっちゃったから、先週話したけど、あの VR を買ってね、本当に10分ぐらいするともうちょっと汗かき始めるんですよ、普通に。で、あのアップルウォッチをつけながら運動してるんですけど、アップルウォッチってお前今どれぐらい運動してっけど、今日これぐらい運動しねえとまずいよみたいなものを表示してくれる機能があって、あの VR 買った日から順調に毎日健康なんですね。あの要は運動量が多いっていう判定になるんですよ。で、そうなってるから、ジム行ってもなんかもう普通にバッてジム行ってすぐシャワー浴びて風呂入ってサウナ行って出て帰るみたいな、それはジムじゃなくて毎月定額費用を払っている温泉銭湯ではないかっていうね、運用に最近なってることにね、少し戸惑いが隠せないんですが、でもね、たまにねプールとかでも遊べるので、遊べるって言っちゃったな、プールとかにも行けるから、まあまあいいやとは思ってるところではあるんですが、それにしてもね、完全に毎月8000円の会費はサウナだね毎週金曜日がいつでもサウナ行けるから、もうサウナに行くためのツールになってるね。まあでもたまにね、なんだろう、自転車40分とか漕いで、まあ、200キロカロリーぐらい消費してとかもやってますから、まあそういう意味ではね、運動はある程度してるってところではいいと思うんですが、でもね、そのアップルウォッチも毎日運動してると、今まではハードルここにしてたけど、今後ハードルこうすんべみたいな新しい提案とかしてくれて、ちょっとずつ生活強度を上げてくれるんですよ。せっかくなんでね、生活強度そこそこに上げても対応できるように頑張っていきたいな、なんていう風に思ったりしているところでございますね。やっぱり運動不足が解消できるってね、気持ちよさもありますし、全体的にいいなっていう風にね、最近思ってるところでございますね。早く痩せたいしな、早く痩せたいしな。最近俺サラダしか食ってねえんだけど、最近サラダばっかり食ってきてるんだけど、早く痩せたいところですね。いやといってもね、焦ってダイエットしてもね、みんなに心配かけるだけなんで、しっかりとコミットはしていくけども、そのやり方は慎重にね、みんなにね心配かけないように、少しずついい男になりますよ。そんな男がお送りします、矢上颯のやがやがしないラジオ。今週も30分ぐらい、よかったら矢上のちょっとした小話付き合ってあげてくださいませ。矢上颯のやがやがやしないラジオ。今月の築地報告のコーナー。はい、というわけでやってまいりました、今月の築地報告のコーナーでございます。こちらのコーナーはですね、毎月私がお題を、皆様にですね、お題を皆様にご提示させていただきまして、そちらのお題に沿ったお便りを募集するというコーナーとなっております。10月のお題はこちら、私がずっと好きなもの。はい、こちらのお題でですね、皆様からお便り募集しております。早速ですね、お便り読んでいきましょう。相変わらずの先発投手から、ペンネーム、ケサランパサランからいただきました。いつもありがとうね。ヤガミンヤガチャッチャー、あいヤガチャッチャー。昔から音楽に関わる機会が多かったような気がするなって思ったり思わなかったりしてるケセです。ありがたいことに幼少期からピアノに触れる機会をいただいたり、しかし身にはつかなかった。お家にピアノがあったり、しかし簡単な曲しか弾けない。謎のアルパっていう海外の民族楽器があったり、しかし弾けないハープの亜種みたいな楽器です。はあ、中高では吹奏楽部に楽器に触れていたり、チューバっていうでかいのをやってました。あ、わかるわかる。低音楽器も素敵だよ。家族でカラオケに行くことが多かったり、記憶が正しければカラオケを巡るドライブとかしてた気がします。すごいな。と、なんかそんな感じで音楽に関わることが多かったなと思います。だから私はずっと音楽が好きだし、今でも音楽が好きだし、音楽が好きだから歌ってみたを通して矢上さんにドハマりしたし、なんだかいろいろ縁を音楽がつないでくれたような気もしたりして、音楽のない生活とか考えられないから、ずっと好きなものの中で一番しっくりくるなって改めて思いました。矢上さんの人生の中で、音楽との関わり方ってどんな感じだったのか知りたいです。あと、今一番お気に入りの曲も知りたいです。歌見た生放送も、歌見た音源も、動画もいつもありがとうございます。生きる糧、いやーありがたいお便りでございますことですね。ああ、音楽との関わりか。音楽との関わりか。それで言うと、矢上が音楽をしっかり意識したのは、小学生じゃねえな。中学か。あれは中学か。中1の時だな。だから13歳と音楽の目覚めはどちらかというと遅い
部類じゃないかなと思っていて、で、その上で一番最初に私の中ですごいグッとつかまれたのが、バンプオブチキンだったんですね。バンプオブチキンのダンデライオンって曲と K っていう曲で、で、まずそのダンデライオンっていうのは、すごい見た目が凶暴そうなダンデライオンっていうそのライオンがいて、違う、あれはダンデライオンじゃない、ライオンさんがいてっていう曲なんだけど、なんかなんだっけな、歌詞がね、もうそのまま物語になっていて、寂しがりライオン吊り橋を渡る、サバンナじゃ皆に嫌われた、橋の向こうで出会ったやつは俺、太陽によく似た姿だった、お前は俺が怖くないのか、そばにいてくれるのか、逃げないでいてくれるのか、吹き抜ける風ともに一度だけうなずいたって、っていう、なんかその明らかにみんなと仲良くなりたかったのに、みんなと仲良くなれないライオンのお話なんですよ。で、それがなんだ、ラスサビに行く前の C メロというか B メロダッシュみたいなところで、止まない雨に血が流れていく、もし生まれ変わるならお前のような姿になれれば愛してもらえるのかなっていう、すっごいアッパーなテンポで、全くアッパーじゃない歌詞なんですよ。で、なんかもうその後にそのライオンって死んじゃうんだけど、死んじゃうときに、その、あれですね、ラスサビですね、なんだっけ、なかな、もう元気な声は出ないけど、不思議と寂しくない、その後にね、ちょっと歌詞思い出せないんだけど、この涙の理由は、この涙の冷たさなんて、生涯お前は知らなくていいっていう歌詞があって、それ見たときに、なんだろうな、3分半ぐらいなのに映画を見たような気持ちになったんですよ、ダンデライオンを初めて聞いた時に。で、それ聞いた時に音楽ってすげーと思って、で、その後はその K って曲なんですけど、 K って曲はその黒猫の歌なんですね。で、黒猫っていうのはその不幸の象徴だから、街のみんなから見嫌われてたのに、とある絵描きがその黒猫の絵ばっか描くんですよ。で、なんだこの人間は、汚いな、気持ち悪いなと思って離れようとするんだけど、どこまでも絵描きがついてきて、そのうち黒猫と絵描きは仲良くなるんですね。なんだけど、絵描きは友達の黒猫の絵しか描かなくて、それがあまりにも街からは評判が悪くて売れなくて、最終的に病に倒れちゃって、で、病に倒れちゃうんだけど、俺のことなんかいいから、愛する人に手紙を書いたから、この手紙をなんとかその愛する人の元に届けてやってくれって言われて、黒猫はその手紙を加えて、主人公は黒猫か、その絵描きがもともと住んでいた町まで行くんですよ。なんだけど、その行く途中も黒猫だって言われて、みんなからその要はもう忌み嫌われて石を投げつけられたりするんですよね。で、絵描きさんが、お前はなんだっけ、黒キサチホーリーナイトだよっていう、名前をつけてくれるんですよ、黒猫に。ね。聖なる、ホーリーに、ナイト、NIGHT で、その、ホーリーナイトっていう名前をつけてくれて、で、俺はホーリーナイトだっつって、その、自分のことを鼓舞して、なんとか町の絵描きの愛する元の、愛する人の元にたどり着くんですけど、たどり着いたところで死んじゃうんですよ。で、その最後の歌詞っていうのが、アルファベット一つなんかつけてやった、聖なる騎士を埋めてやったっていう曲の歌詞なんだけど、聖なる騎士っていうのが中学校の俺には意味が分からなくて、はどういうことってなったんですよ。なんだけど、アルファベット、その曲の名前が K で、アルファベット一つつけて庭に埋めてやった、だからアルファベットは K なんだなって分かった時に、 NIGHT って夜なんだけど、頭に K をつけるとナイトが騎士って意味になるんですよね。だから聖なる、その何、夜みたいな名前から聖なる騎士に変わるっていうので、なんか初めて、これは表現が合ってるのか分かんないんだけど、4コマ漫画を曲の中で見た気がして、俺の中での4コマ漫画っていうのは、実は1コマ目2コマ目3コマ目4コマ目じゃなくて、タイトルまで含めて4コマ漫画だと思ってるんですね。だからタイトルが4コマ漫画になってる、実質5コマ漫画がめちゃくちゃ好きで、5コマ漫画がだいたいなんか見てて毎回なんか好きだなと思って自分で見る作品だったりするんですけど、それで行った時に、その K は5コマ漫画だなって心底思って、あ、これはすごいと、
これは面白いしこれはすごいってなって、そこからバンプオブチキンにハマって、でそのバンプオブチキンっていうアーティストの曲を聴いていく中で、まず曲っていうものをかっこよく書けるのってすごい羨ましいなっていう印象が第一に来たんですよ。ただこの時点ではうまく歌いたい、かっこよく歌いたいっていう感情はどこにもなかったんですね。で次に来たのが、これも昔生放送で語ったことあるかもしれないけど、初めて友達から堂本剛のソロアルバムを借りて、でそれを聞いた時に、中に入ってた曲の中の一曲がめちゃくちゃかっこよかったんですよ。デキアイロジックって曲だったんですけど、でそのデキアイロジック聞いた時に、堂本剛歌い方超かっこいいって思って、あやっぱりだけどその曲をかっこよく作ることも大事だし、曲に言葉を詰めたりだとか感情を詰めるのも大事だけど、それを表現するのも大事なんだなっていう風に思って、そこからなんか自分の中でなんだろう、カラオケも好きだったんだけど、なんかカラオケで満足できない自分がいて、なんかやっぱりだけどその曲を歌うとか曲を何かその一曲歌わせてもらえるってなった時に、八神颯が歌ったからこうなったっていう、その楽曲かけるアーティスト、まあアーティストっていうほど私は偉そうな存在じゃないですけど、楽曲かけるその歌う人っていうボーカルっていうののこの掛け算の化学反応が起きないと俺はもったいないって思ったんですね。なのでどの曲を歌うにしても、俺ならこう歌う、俺ならここはこう詰めるっていうものを全部そのエッセンスとして素材を用意して、その素材に当てはめて歌って、聴いてくれた人が何かを感じたり何か揺さぶられるものがあるようにしようっていう風に思えて、そこからね音楽っていうものとの向き合い方っていうのが結構がっつり変わった気がしますね。一番お気に入りの曲か、今なんだろうな、今よく聴く曲、今よく聴く曲なんだろうな、やっぱりなんだかんだで A3 の曲が回ってる気がすんな。とはいえ、あの自分の中でルールがあって、あの仕事する時の音楽と創作物作る時の音楽とアイディア出す時の音楽って全部違うんですよ。で、俺の部屋でイヤホンから一番流れてるのは洋楽です。だいたいマルーン5が流れてるで、なんでかっていうと、歌詞が聞き取れてしまうと考える余地が生まれるので、私は全然英語達者じゃないので、英語の曲をいくら聞いたところで何言ってるか全然わかんないし、何が伝えたいのかもわからないんですよ。ただやっぱり売れてるアーティストさんって楽曲と何やっぱメロディーっていうものがしっかり親和性があるから、聞いててすごい楽しい気持ちになるし、いい曲だなって思える。だけどメッセージだけは失礼ながら伝わってこないおかげで、考えを阻害されなくて済むっていうメリットがあって、まあそのおかげもあって基本的には洋楽聴いてることが多くて、洋楽聴いてたらマルーン5だし、なんかちょっとアイディア出したいなって時とかはそれこそ A3 とかアニメソングとか、それこそリーサーとか聴くことも多いしみたいな感じで、結構ね状況に応じて使い回してるというか、そんな感じになってますね。その中でも一番のお気に入り、あのねダサいこと言うんだけど、回ると思ってて、あの流行りって最近多分一番よく聞いてるのはマイケル・ジャクソンのスムース・クリミナル、あのデリデリデリデンデンツデリデンデンツデリデンデンデンってやつね、あのあれをね一番聞いてる気がするあれなんですよね、あの高低差が激しくて、ジェットコースターみたいね、 B メロからサビの高低差が高すぎて、なんかジェットコースターだったら向こう見えないぐらいガーン登るんですよあれがなんかね毎回毎回、もう多分だけど生まれてから多分3000回ぐらい聞いてるのに、未だに聞いてる時に鳥肌立つ瞬間があって、あーいいなと。で、あの名前ちょっと忘れちゃったんですけど、あのこれもすごい流行ったね昔なんですけど、チェロを2人で弾いてるあのアーティストがいて、その人たちが弾いてるスムースクリミナルがまたかっこいいんですよね。だからそれとかもねずっと聞いてますね。いやー、なんだろう、マイケル・ジャクソンって言いたいけど、マイケル・ジャクソンっていうのがなんか年々本当に若い子マイケル・ジャクソン知らない子が増えてるから、なんかあもうそういう曲なんだなって思いますね。あとあれ、日本の曲で言うと、なんかガツンって殴られた気持ちになりたい時によく聞くのはカモメが飛んだ日、渡辺真知子のあれ、前奏から痺れるんですよ。パララララパララララパララララパラララハハバーでしょ。もうなんか何そのなんかスタートから高所みたいなっていう、で
あの曲ってあんなに高いところから始まるのに、ハーバーライトに朝日が灯るから始まるのに、生きられるのねってキー低いんですよね、終わるときね。もうその高低差なんかね、多分ね、表現悪いんだけど、タマヒュンする曲が好き、うわっつってっていう曲が好きなので、そういう曲ばっかり聴いてますね。いやいや、音楽の話ついつい長くなっちゃいましたね。それでは続いてのお便りです。はい、というわけで続いてのお便りです。こちらペンネームシュガーはお佐藤さんからいただきました。ありがとうございます。シュガーさんですね。ヤガミンヤガチャチャ、あ、ヤガチャチャ、昔っていつだろうと考えております。だって小学生の頃の記憶って断片的なものしかないじゃないですか。私はひたすら友達とスマブラやっていた記憶しかありません。 X です。そして記憶がはっきりしてくるのは中学生の頃です。その頃から可愛いものが大好きでした。動物とかそういったものはもちろん、可愛い女の子も大好きでした。いわゆる男子が見るような萌えアニメ的なものや、女の子同士で青春するアニメみたいなのは大好物でした。ちなみにそれを隠していなかったので、高校の頃は一部男子扱いされておりました。でも何なんでしょう、女子が某萌えアニメとか好きなんだよねって言ってもなんだかんだ受け入れられるのに、男子がプリキュア好きなんだよねって言うと惹かれる風潮。私としては私も割と普通の女の子と違うしと思っているのですが、なぜ人は人と違うものを受け入れずに除外しようとするのでしょう。あれ、真面目な話、女の子って可愛いよね、うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。あのね、これに関しては私なりの持論があるんですけど、ちょっとなんか嫌な話になるかもしれないっていう前置きをした上で話をするんですけど、例えば大人はプリキュアを見ない、じゃあ一回これ仮定義しましょう。大人はプリキュアを見ない、大人はアイカツを見ない、大人はプリパラを見ない、一回これを仮定義とします。で、別にこれって誰が決めたのっていう話なんですよ。まあ確かに大多数っていうところでいくのであれば、そのマイノリティマジョリティっていう多数派少数派の話をするのであれば、プリキュアとかを見るのは少数派だとは思います、思いますが、一回冷静に整理して考えてほしいんですよ。例えばじゃあ朝のプリキュア見なくなった、見ない理由っていうのが、もっと寝てたいから、要は仕事に疲弊してしまってそんなものを見てる暇があったら寝ていたいという大人と、自分が好きなもののために早起きをして、まあできればリアルタイムでそれを楽しみたいと思ってる人、ね、この表現にはプリキュアという言葉を出しませんとなった時に、仕事とか諸々の総合面で考えてどっちの大人になりたいかって私結構重要だと思ってて、やっぱりですけど、その帰ってきて休みの日なのに、自分がその楽しみたいことすらろくに楽しめず、次の仕事のために休みの日はとにかく寝て体力回復することしかできないっていう大人になりたいかって言われたら、答えはノーだと思うんですよ。で、そうなってくると必然的に、なんでしょう、プリキュア見てない大人の方が暗いんですよね、ちょっと。でも暗いって言われたくないじゃないですか。だからその時に、じゃあどうするかっていうと、大人とはそういうものだという仮定義を置くんだと思うんですね。要はみんなが言う大人の像って、仮定義の先にある自分を守るための盾だと思っていて、例えば今私動画制作のお仕事とかをやらせてもらってたりするんですけど、あんまり赤裸々に言うことでもないかなと思うんですけど、すっげえ忙しい月って多分同世代のサラリーマンよりもらってるんですよ。すっげえ忙しい月って、逆に言うとあれです、なんだ、バイトしてる高校生ぐらいしかお金が入らない時もあるので、別にお金持ちってわけでも何でもないです。ただただそれは過密かどうかっていうスケジュール的な問題なんですけど、でもそういう中で生きてるんですよね。で、私なんて言ってしまえば、そのゲーム実況やってるだけで、なおかつ生配信とかやってるだけで、ゲームずっとばっかやってて、興味のあるアニメばっかりダラダラ見てて、でそういうことをやりながら仕事してるって人間なので、おそらくですけど、その大人というアイデンティティを守りたい大人からしたらゴミクズのような人間なんですよ。ただもしその大人というものがもらえる年収だけで測れる、もらえる月収だけで測れるのであれば、俺の方が大人だけどって思うんですよね。だから結局のところ、そういう定義っていうのは自分を守るための盾でしかなくて、実はめちゃくちゃくだらないものだと思ってるんです。で、そのくだらないものなんだけど、そのくだらないことを守らないと自分のプライドとかが一切守れない人っていうのが多分一定数いちゃってるんですよね、今の日本っていう国のあり方として。だからみんなくだらないことやってとか、そういう、あとは結局のところですけど、なんでしょう、自分の理想っていう、結局のところ一般常識とされてるものに一般常識なんかないんですよ。なぜならば一般常識と言えるほどのデータの統計を取ってないから。
ね、例えばですけど全都道府県でだいたい大人5000人ぐらいを対象にしてアンケート取った結果であればそれは一般常識だと思います。でもそんな大規模なアンケートやれるお金もなければやれる期間もないから結局やってないですよみんな。ね、国勢調査ですらねみんな返してねえんだから。って考えたら一般常識なんかなくて、一般常識っていう言葉で定義してるものの大半っていうのは一般常識ではなくて、ただただ、自分がそうだったらいいのになと思ってるっていうだけの仮定義のものをただただ喋ってるだけなんですね、だらだらと。なんでそれって本当に無駄で意味もないものだと私は正直な話を思っていて、なんかそんな無価値なものによく時間使えるなとか思ったりするんですけど、だって万一だけどプリキュアに興味がないじゃあ男の人がいて、そいつと結婚した時に子供がプリキュアの映画見に行くよって言った時に、え、プリキュアの映画はさすがにいい、お前行ってこいよ、お前女だろって言われたらイラッとしないと思うんですよ奥さんね。え、あ、分かった行ってくるよって言って全然行ってくれて、子供と一緒に手つなぎながらプリキュアの映画面白かったよなって言ってくれるパパの方が良くないね。だから実のことを言うと若い時に一回掲げてる定義ってただただ自分が理想に思ってるものの定義から外れてるから相手のことをディスる材料に使ってるだけで、でもゆくゆく将来性的に考えたらプリキュアとかも許容できる男の方がいいに決まってるんですよね。あの奥さんとしてはね、奥さんがね家事やってる間にね暴れ回る子供がちょっと一時的にお父さんが映画に連れてってくれてて、ちょっとね自分の家事が終わった後にほっと一息つける時間とかを作ってくれる旦那さんの方が良くないですかね。って考えたら答えはおのずと出てるはずなのに、そこの定義にたどり着こうとしないね、たどり着いてしまうとそれは自分の理想から遠ざかるからっていう、なんか安直な目先だけで喋ってる気がする。だいたいその大人と言われる大人が本当に正義だとしたらゲーム業界とかアニメ業界で働いてる奴らは全員クズだよ。みんなねひたすら勉強のためにアニメとか見てんだもん。うん、だって俺だって動画制作やるときとかに例えばクライアントさんとかに、なんか〇〇みたいなアニメのエフェクト入れたいんですよねって言われたら〇〇のアニメ見るもん仕事でね。まずはそのエフェクトを理解してどういう風になってるか動きを理解してそれをどうやったら再現できるかっていうものを自分の中で定義してあげなきゃいけないので、そこに関してはある程度なんていうのかな、しっかりやるよね当たり前だけど、うん、って思うんですよ個人的には。だけどそれがねプリキュア見てたらクズになるわけでしょ、プリキュア見てたらなんかって言うわけでしょ。だからねなんかねくだらないなって思いますね個人的には。なんかそんなことでしかアイデンティティ保持できない大人ってどうなんだろうと思いますし、そんなことでしかアイデンティティが保持できない人間って本当にくだらないなって個人的には失礼な言い方ですけど見下してみてますだってそんな人と仲良くなんないもん。うん、自分の中にある理想抱き方掲げて大人ってこうじゃなきゃいけないからこれがこうでこうのこうのっていう人、俺自体が大嫌いなのでそういう人が。だから別にそういう人と関わるつもりもないし友達になるつもりもないから、だからたまにツイッターとかで見てるとあバカだなこいつって思いながらどんどんミュートにするっていうすっごい簡単な作業をしてますね。やっぱりね、なんだっけ井の中の蛙っていう言葉がある通りで、人っていうのはそのどうしてもリソースっていうものが不足する以上自分の狭い世界でしか物事が語れないわけですよ。でそれを別にそこまで悪く言うつもりはないの、そういう人もいるだろうし、ただ自分が井の中の蛙であるということを理解して自分が知らない世界の話があった時にそれに共感を持てるのか自分が知らない世界を全否定してるのかによってその人の人間の器ってたかが知れてると思ってて、だってそれでこそだけど例えばさ、これディスじゃないですよ、ね、ディスに聞こえたらごめんなさいね。 AV アダルトビデオです、ね、今だとセクシービデオっていうらしいですね。アダルトビデオとかセクシービデオの監督とかアダルトビデオ の、あのカメラマンとか企画担当の人ってずっとエロいこと考えてるんですよね。最近見たエロ動画だとこれがめっちゃ興奮したんですよね。あーそれエッチに行くまでの身長盛り上がんじゃん、それちょっとうちでもさちょっと企画ひねり直そうよ、んだったらこうしていきましょう、じゃあとりあえずまずはこの企画に紐づく感じで2分間ブレインストーミング、ブレインストーミング何だっけストーミングブレストを行うので皆さんどんどん意見書いててくださいっつって、あーこの企画はあれだね、どちらかというとこの層に刺さりそうだねって真剣にエロいことやってるんだよ。でその真剣にエロいことやってそれが消費者に届いて消費者がうわーこれエロいわーっつって口コミで広がってったり Amazon のレビューでどん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 盛り上がって売れてくんだよ。でもこの人たちってなんだろう、さっきの定義で言うと完全にならず者だよね、外にいる人間だよね。あとねさらに言うと思うのは日本の文化の俺すっげー悪いところだと個人的に思ってるんだけど、
例えばさ、米津玄師ね、みんなねいいいいって言うじゃん。有名ならばどれほど良かったでしょうつってふーってなるわけじゃん。だけどさ、売れてないアーティストがさ路上で歌ってるとさ、あれに対してディスる人多いじゃない。なんかうるせえなとかさ、あれがだってあれが米津玄師だったら足止めるんでしょって思うから、結局人間って同じようなカテゴライズの中で夢を追いかけてる人がいて、その人がどんなに一生懸命努力しようとしてると、してたとしても自分の中で受け入れられるものは受け入れるし、受け入れないものは全部除外するんですよ世界から。っていうのが、まあ言ってしまえば特にだけど日本人の特性だと思うんですよ。だからね、なんか個人的なことで言うと、まあ日本人が何喋ってんだって話かもしれないけど、これ勝手な俺の推測なんだけど、多分日本人って海外の人に比べてメリットデメリットで動いてる。うん、これはね結構芯食ってると思ってて、多分だけど他の界隈に比べてがっつりとそういうなんていうのかな、メリットデメリットを重視して人のことを選んで評価して、その上でなんか今後も付き合っていくか否かみたいなものを決めてしまってる生き物というか種族だと個人的には思うんですよ。で、意外と面白いのが成功してちょっとその自分のやりたいことに本格的に動けてる人ほどメリットデメリットじゃなくて面白そうっていう興味関心を持って動けてる気がしていて、逆に自分の生活が圧迫されている、生活が苦しい、お金がないとかっていう人ほど自分の世界に閉じこもるっていう防衛策を取ってる気がする民族性があると私は勝手に思っていて、それがね、なんか非常になんか閉鎖空間を生んでるというか、本当にクローズドコミュニティの中でわちゃわちゃやってる。だからその中で言うとあれだよね、なんかよく聞く話だけど、幼稚園のママ友の車なんてもうそれの確固たる例だと思う。一個の幼稚園しかないところのクローズドコミュニティの中で、要は外車は幼稚園の中に止めていいけど軽自動車はなんか中に止めちゃいけないみたいな、ママ友のカースト制度があってみたいな話とかってテレビとかで見たりするんだけど、そういう話なんて最もたる例。要は幼稚園っていうところの世界しか見えてなくて、例えばだけどそいつがいくら金持ちだとしても目の前にビル・ゲイツ来たら終わりなわけよ。目の前に孫正義とビル・ゲイツ来たら終わりなわけよ。あとはね、ティム・クックとかねが来てさ、なんかね、どうすんのよ、なんかそいつらがさ、ウーバーのタクシーで来たらとかさ思うわけ。金持ちってさ、一定を超えると金持ってる自慢しなくなるからさ、だからいかに自分が見そかすというか耳ちい存在かが分かるはずなんだけど、そういうものに関してっていうのの興味関心度が低いというか、やっぱり井の中の蛙で下を見下すことによって自分の立ち位置を持って生きてる、そういう人が多い気がするんですよね。だからなんかね、食ったらねえなーって思いますよ、こういうことしてる人って。全部すっげえ真面目な話してたら普通歌のコーナーなくなっちゃった。最後に、女の子って可愛いよね。可愛いよね、いいよね、女の子ってなんか柔らかそうでさ、全体的に羨ましいよね。なんか俺なんかね、可愛いの方が好きだから、来世は女で生まれたいなって思う来世は男より女の子で生まれたいなってちょっと思ったりするところでございますね。というわけでございまして、今回は拡張版になってしまいました。というわけで、ヤガミンの築地王国のコーナーでございました。いや、すっげー喋ったな。はい、というわけでエンディングのお時間でございます。というわけでございましてですね、本編の中でお話ができておりませんでしたので、こちらのエンディングの時間を使ってですね、告知させていただきたいと思います。というわけでございまして、来月の築地報告のお題はこちら、私の好きな日。このお題で皆様からお便りの方を募集しております。築地報告は毎週第2水曜日の放送にて、次の来月分の、お題が告知されます。毎月の、お題の締め切りは、毎月の20日までとなっておりますので、20日までの、20日の2、23時59分までのタイムスタンプが有効となっておりますので、もしもお便りが思い浮かんだ方はぜひともですね、応募していただけたら嬉しい限りかなというふうに思っております。何卒よろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして、そんな感じでお話ししてまいりましたが、いやいやね、なんかずいぶん真面目な話ばっかりしちゃいましたね、個人的に。でもね、ぜひともね、外には楽しい世界がいっぱいあるんだろうなっていうことを皆さんはね、知りながら楽しんでいただきたいですね。私なんて結局なんかその視点というか視界はもう全然不明瞭というか、そういうゴミクズなので、しょうがないんで、もう自分の足で自分の知らない世界に行って、すげえなこれ、すげえなこれっていうのを毎回毎回つどつど楽しみながら対応しているというような感じなんですよね。だからで、その楽しいなって思ったものを自分の
の中でできる限りお裾分けしたいと思いながらこうやって運用運営をしているつもりなので、少しでもね皆さんがちょっと新しく足を一歩踏み出すきっかけに、あの私の動画とか私のなんか何かがなったら嬉しい限りかなと、矢上隼人がここにいる存在している意味がすごい出てきたのかななんて思うっていうわけでございます。そんな真面目な話をしちゃいました。矢上隼人がお送りしたヤガヤガヤしだいラジオ、今週はこの辺で、来週も同じ時間水曜日夜の10時にお会いしましょう。というわけで See you next time, stay tuned. バイバイ。寒くなってきたから暖かくしてね。おやすみ。